現在連続テレビ小説らんまん、鋭意撮影中です。らんまんは明治維新から始まる激動の時代が主な舞台です。今回そのドラマの舞台裏に初めてカメラを入れさせてもらいました。現場ドライ開始します。時代に合った建物や衣装が忠実に再現されていました。本当に純粋にこういうふうに撮影するんだって思いました。かなりセットが入った時衝撃だったんですけど、なんだろう、本当にこういう街があるようなふうにできてるんですよね。なんか全部2階建てだし、階段でちゃんと2階にも上がれるし、なんかそういう緻密さがずっと私朝ドラって連続テレビ小説を見ていてロケだと思っていたところが、あ、セットだったんだっていう、で夕日も朝日もすごく自然で感じるし、なんかそういうところからちょっとずつ感動してます。らんまんは日本の植物学の父と呼ばれる牧野富太郎をモデルにした物語です。浜辺さんはその妻、末子役を演じます。はい。10代から晩年まで末子の幅広い年代を演じる浜辺さん。明治時代の所作などを演じる上で思い浮かべたのが石川県に暮らす祖父母でした。昔のお話というか、お着物を着ている時代のお話なので、その当時とまではいかないですけど、祖父母たちはかなりその所作であったりとかに気を配って、しつけも厳しく小さい頃から教えられていたので、なんかそういうふうに特にもっと厳しく末子たちのその世代というかは育ったんだろうなと思って、所作の先生のご指導はなるべくはいと静かに祖父母に教わったような感覚で聞いています。もっともっと投稿していく予定です。早速明日は実は浜辺さんが朝ドラを身近に感じたきっかけも祖父母の存在でした。じゃあね、楽しみにお待ちください。小さい頃に夏休みであったり祖父母のお家に行くと、こう連続テレビ小説が流れていて、それを一緒に見て、でまたお昼過ぎに再放送を見て、で土日日曜日かなにまたその再放送を見てみたいな、そういう習慣の中にあるものだったので、いつか携われたらいいなともその時はすごく思っていて、日常の中のそのルーティーンに入れていただいて、こう画面越しに毎日こう恩返しのような気持ちでできたらいいなと思っているのも一つあるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。何よおばさん。生まれ故郷への感謝を胸に朝ドラのヒロインを演じます。あれはまたなってみたいよ。あれはあ、これで帰るんで。ありがとうございます。じゃあお気をつけて。福井県の高校を訪れた浜辺さん、高校生からこんなことを聞かれました。次に演じてみたいと思うような役はありますか？今は本当に病気の女の子が多いので、かっこいい女性のような、そういう凛とした女性を演じることができたらいいなと思います。まあ、今回のドラマでは明治から昭和の時代まで夫を支える役柄の浜辺さんということですから、はい、まさにそのね、凛とした女性を演じられるのではないでしょうか。